はい、鉄道模型工房のジジイです。今回もよろしくお願いします。今回は窓ガラスパーツの取り付け、もう実はね、車体塗装終わっちゃったんですよね。で、今回は窓ガラスのパーツをつけていこうと思います。窓ガラスのパーツ、これはプラスチックなので、かなり厚みがあります。なので、厚みのエッジのところをね、黒く塗って、プラ特有の厚みっていうのかな、それがなるだけわからないようにっていうことで、黒、艶消しの黒ですよね、塗ってます。これはね、前回天正堂のプラス製の EF53 でもご紹介させていただいた、まあ技って言ったらあれですけど、方法です。同じように今回もこうしてエッジに艶消しの黒を塗っていってるんですけれども、僕はね、平筆を使ってやってます。で、なるだけ薄い塗料で表面張力を使って、側面に塗料を当てていくっていうふうにして考えた方がいいですかね。そういうふうにして塗ってます。でもね、どうしてもこう漏れちゃったりするんで、そういう時はすぐに指でピッて拭って漏れた塗料を少なくしておけば、こうして後で磨くことできれいにすることができます。磨くのはね、僕はアクリサンデーってホームセンターで売ってるアクリルの研磨剤ですよね。それを使ってます。で、アクリサンデーを使うと、コンパウンドで磨いた時みたいに白ぼけたりしないんで、これ重宝してます。綿棒につけてこうしてこすることで塗料だけきれいに取れてくれます。アルコールで拭くっていう方法もあるんですけど、綿棒にアルコールをちょっとだけ染み込ませて拭いて、でもその後でまたやっぱりこのアクリサンデで磨かないとちょっと曇ったりするので、こういう方法でリカバリーしてます。で、塗装した窓パーツ、これはモニター屋根のところの部分ですけれども、こうして置いていって、で、セメントを、流し込み系接着剤ですよね。僕の場合はこのミスターセメント、GSI クレオスっていうところが出してる流し込み接着剤を使って固定してます。で、これもコツっていうのはあれですけど、ちょっと多めに浸して端っぽの方にちょっと当てるだけで、毛細管現象でね、こうやって接着剤が広がってくれるので、はみ出さずにきれいに留めることができます。このね、窓モニター屋根のパーツの一部ですけどね、ランナーがちょっと出たりしてるんで、それはカッターで取るといいと思います。これは車体側の窓ですよね。同じようにこうして、まず置いていって、で、そこからまたセメント、流し込み系接着剤ですよね、それを使って固定していきます。2段になってるところの間ですよね。筆は入らないんですけど、これもね、毛細管現象でスーッと塗料が薄ければ広がってくれるんで、筆先を入れることなく固定できる、固定とか塗装できるんで、ちょっと塗料は多めになってしまいますけど、特に問題ないですかね。こうして同じように流し込み系の接着剤を使って固定していきます。これも一箇所チョンってやるだけで、毛細管現象で接着剤が広がってくれるんで、追い足しっていうことはなくできると思いますよ。で、こんな感じですよね。外側から見たら窓の厚みのところが目立ちにくくなってる。ちょっと分かりにくいんで、エッジを黒塗装しないで、固定し、あのつけ取り付けた窓と比べてみますね。で、下が塗ってないやつですね。上が塗ってるやつ。
このエッジのところですよね、こうキラって光ってるのが見えると思うんですけど、これをエッジで黒く塗るとその部分が黒く見えるので分かりづらくなりますよね。室内灯とか入れたら余計分かるんちゃうかなと思うんですけど、こんな感じで窓パーツをはめてます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回もちょっと短いでしたけどね、こういうふうにして少しずつご紹介していただけしていければいいなと考えてますんで、今後ともぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もね、ぜひお願いします。評価も高評価していただけたら嬉しいな。今後ともよろしくお願いします。さよなら。